テレ東ビズ。高校生の文化部の祭典である全国高校総合文化祭の100人一首カルタ部門の競技が東京墨田区の体育館で開かれ、秋篠宮ご夫妻と悠仁さまが観戦されました。出場者は歌が読み上げられるや否や目にも止まらぬ速さで札に向かってはたくように手を伸ばしていました。ご一家は感心されるような眼差しで一生懸命に競う高校生らを見守っていました。カルタ部門では悠仁さまが通われる筑波大学附属高校の生徒も東京都の代表8人のうちの1人に選ばれていましたが、ご一家が観戦された団体戦の出場者5人には入っていませんでした。